生産は良は、長野県公職市出身の元プロ野球選手、野球解説者、宇藤左田、既婚、小学校2年から森スポーツ少年団で野球を始める。小学時代は、剣道クラブにも所属し、4年次に地区大会で優勝した。中学校では、軟式野球部に所属し、4番、投手を務める、地元の公立校である、松代高校に進学、1年春から、 ベンチ入りし、3年時には、4番、遊撃手として活躍する。最高成績は2年夏の長野大会3回戦。同期入部で最後まで野球部に所属していたのは、自身を含めて2人だけというチーム事情の中プレーした。国学院大学に進学し、公式野球部に入部、2年春からレギュラーに定着する。3年春に、とうと部リーグで優勝し、一部昇格を果たした。 同年秋のリーグ戦終了後、後に楽天でもチームメイトとなる島本博の後を次首相となる。4年時には、当都大学野球リーグ選抜が日本代表として出場した国際大会ロッテルダムワールドポートトーナメントに出場。個人タイトルでは3年秋に三類種、4年秋に外野種でベストナインを受賞した。大学4年秋にチームは最下位に終わり。 当と,と一部リーグ残留をかけて、篠田純平を要する日本大学と入れ替え戦を、戦ったが敗れ、二部降格した。2007年の NPB 大学生、社会人ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから四巡目で指名。契約金後、0円、年俸1、0円という条件で入団した。背番号は23。なお、この会議で、どの球団からも指名されなかった場合には、 本田鈴鹿への入社を予定していた。2008年は、キャンプから積極的に起用され、チーム内の前年のドラフト入団組では、唯一の開幕一軍となった。3月20日の開幕戦では、守備固めで起用されて、センターの守備につき、一軍試合初出場となった。また、フレッシュオールスターゲームにも、一番、中堅守でフル出場し、5打数3アンダ3投3と活躍。 優秀選手賞を獲得した。2009年は、開幕は2軍スタートとなったが、2軍では、不動の一番打者を務めた。4月21日に、不審の磯部光一に代わって1軍登録されるも、結果を残せず2軍落ちするが、今度は怪我の鉄平に代わって1軍登録され、その日の試合でプロ入り初の猛打賞を記録する。鉄平の復帰後は主にダイソーとして出場し、オールスター前で、 前年の後を上回る12盗塁を記録する。結局ダイソーや守備固めが、主の出場ながら、チーム2位の15盗塁、盗塁成功率は、882と盗塁技術の高さを見せたが、ここ1番での走塁や、守備のミスをすることもあった。オフの12月に、大学時代の同級生と結婚した。2010年は、1番、中堅種での開幕スタメンを勝ち取る。 5月1日のオリックス戦で、キサヌキヒロシから、決勝のタイムリー二塁内野安打を放つなど、シーズン序盤は高打率を残したが徐々に下降、しかし中盤には踏みとどまり、自身初の規定打席に到達。打率、290と、チームトップの24盗塁を記録。外野手では唯一、開幕からシーズン終了まで一度も一軍登録を、抹消されなかった。なお、 9月22日の対日本ハム戦から外野手での連続守備機会無失策が始まっている。2011年8月30日、小町スタジアムにて2011年は前年に続けて開幕からセンターのレギュラーとして起用され、前半戦は盗塁を量産した。一時は盗塁王を狙える位置にいたが、後半になると相手の警戒が増したことによって盗塁数が激減。 それでも前年を大きく上回る52投塁を記録し、シーズン前の目標の50投塁を達成したが、本田雄一が60投塁を記録したため、投塁を獲得とはならなかった。打率もチームトップリーグ9位となる。288の成績を残し、球団創設以来初となる全試合出場も果たした。また、7月17日のオリックス戦では9回裏に、 自身初となるサヨナラ安打を、岸田守から放った。シーズン後半は、松井和夫に一番打者の座を譲り、9番に固定された。2012年は、開幕から投類を量産。前年投類を争った本田が、打撃部長などにより投類が伸び悩んだため他を大きく引き離して独走。打撃も前半は3割を超える、高打率ということも、相まって順調に投塁数を伸ばして、 オールスターゲームにも初出場したが、前年同様に夏場にかけて調子を崩して、リードオフマンを松井に譲る形となった。以降、盗塁数も伸び悩んだが、前年打ち立てた、球団記録並びに、自身の記録を超える54盗塁を記録。盗塁数2位のエステバン、ヘルマンの41盗塁を大きく引き離し、球団、そして自身初となる、盗塁王に輝いた。十四個の盗塁のうち、 三投が12個あり、二桁の三投は1997年の松井和夫以来だった。一方で打率は270と前年から一転して数字を下げた。得点圏打率はリーグトップの373を記録し、ビハインド時に限ると得点圏打率536という非常に高い数字を誇った。守備面では2年連続となる守備率10割を記録。 この年両リ,リーグ通じて規定打席に達した野手で無失策だったのは精査はのみであった。シーズンオフの12月4日に第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2013年は開幕前に第3回 WBC 日本代表最終メンバーの28人から落選した。 シーズンでは前年と同じく一番打者としてスタートするが、4月の中旬からは3番での出場が多くなり、長打力のあるアンドリュー・ジョーンズ、ケイシー・マギーが後ろを打つことになったため、盗塁は減少する。5月23日の対読売ジャイアンツ戦で、2000年に小関達也が記録した外野手としての守備機会連続無失策658回のパリーグ記録に並び、 5月25日の対、広島東洋カップ戦で、岩本高弘の中飛を処理し、パリーグ単独1位となる、守備機会連続無失策659回とした。2014年は、4月2日の対オリックス戦で9回表に、坂口智隆の中飛を補給し、藤英二と並ぶ、外野手の NPB 対記録の820連続、守備機会無失策とし、 4月3日の同戦の5回表に、エステバン・ヘルマンの中飛を補給指導記録を821として NPB 新記録とした。4月20日、体調不良を理由に自軍選手登録を抹消された5月20日に最小格している。2015年は3月29日の対日本ハム戦で3回に中島拓也の打球を返球する際に悪送球し、 連続守備機械無失策の記録が927でストップした。開幕から打撃不振に陥り、5月12日に一軍抹消。6月13日に再び一軍に上がると、6月から7月にかけて打率3割以上を記録するも、8月には再び打撃、不振。9月26日に受けた支給の影響で翌日に一軍登録を抹消された。 シーズン終了後の11月4日、同シーズン中に獲得していた国内フリーエージェントを行使しないことを発表した。2016年は開幕を一軍で迎えたが、序盤はスタメン出場がほとんどなかった。しかし松井和夫が膝を痛めたこともあり、スタメン出場回数を一時期伸ばす。しかしを超えるの起用数増加や島内弘明の好調もあり、 精査は自身も好調だったもののスタメン機会はあまり多くはなかった。94試合の出場にとどまったが打率は294を記録し一度も二軍落ちすることなくシーズンを終えた。2015年シーズンから保有していた国内フリーエージェントについて行使するとの報道もあったが11月7日に行使しないことを発表した。2017年は開幕当初からダイソーや 右翼種のカルロスペゲーロの守備固めとしての出場が主だったが、6月からは岡島竹郎との併用で左翼シスタメンとしての起用が多くなる。打撃成績は打率250本類打1に終わったが、結果的には前年を上回る111試合に出場し、この年も開幕からシーズン終了を通して1軍で過ごした2018年には、 自身の不審に加えて、シーズン途中から田中和元が一軍の正中堅守に定着。一軍公式戦通算で27試合の出場にとどまり、投類も入団後最小の一個で終わった。同期入団の石峰忠などと共に10月29日に、球団から戦力外通告を受け11月23日に現役引退を表明した。球団では、同日開催のファン感謝祭で、 先に引退を決めていた石峰と揃っての引退セレモニーを実施した。11月26日、任意引退公示された。楽天球団の職員として、2019年度から球団が運営する、楽天イーグルスアカデミーのコーチに就任する。その傍ら東北放送、東日本放送、J スポーツの野球解説者としても活動する。ベースに滑り込む。 生差は大学時代は4番を担った経験もあるが、柔軟なバットコントロールで、変化球への対応力が高いシュアなバッティングを持ち味とする。コンタクト率は高いが支球が少なく、出塁率に課題を残す。50メートル6.0秒。一塁到達タイムは4.2秒台。走者となるだけで、バッテリーに重圧をかけることを可能とする。柔らかいハンドリングを生かした。 外野守備の評価が高く、2010年には中堅守としてザー11.0を記録したが、2012年はマイナス20.0、2013年はマイナス14.1と落ち込んでいる。1塁上では3メートル90センチの大きなリードを取り、自分より足の速い人はたくさんいます。でもどうしても走れないと思うピッチャー、キャッチャーはいませんと自負する盗塁技術を誇る。 2013年のキャンプの際に行われた30メートル走で、チーム野手ではベストの4.08秒を記録した。女子プロボクサーの宮尾彩香は2年先輩ながら、中学まで一緒であり、互いにプロになってからも交流が続いている。初記録説明の記録その他の記録、ありがとうございます。